今回の元日特番2人目のゲストはスーパースペシャルゲストでございます、元内閣総理大臣の安倍晋三さんに今日はお越しいただいてございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。どうぞよろしく。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。この MX の番組で、安倍晋三さんに安倍さんにお越しいただくのはこれ確か2回目になるんじゃないかなと、私の、師匠なんですが、西部進先生が、MX でやっておられた西部ゼミナールという番組があるんですが、ちょうどあれが安倍さんが総理になられる直前の2012年に一度お越しいただいて、たまたまなんですがまさにこのスタジオで、安倍さんそちらに座ってらっしゃって、こちらに西部進さんがいて、でここでこういろいろと書きながら喋ってるというのをやられたのを見ながら、あの時僕ももう安倍さんといろいろとお話しさせていただいてた時期で、いやあの番組も食い入るように見てたこと、もう10年経ったんだなと、まさに2022年ですから、10年前だったなということで、ぜひよろしく。私も懐かしく思いますし、私も尊敬する先生でしたしね。私が総理を辞めた2007年の後ですね、安倍晋三君を勇気づける応援する会を作っていただいて、勉強会なんですがね、ぜひもう一回再登板を目指して、誰も考えていない時にですね、彼が西部先生がそういう会を作っていただいて、何回か勉強を共に重ねたことを今でも覚えています。その2012年にこの番組出られて、で総理総裁になられたのが2012年の秋で、総理になられたのが2012年の12月、でもう今から思いますと本当に10年前なんだなと、本当に懐かしく思い起こすわけですけど、あの時の総再選もそれから総選挙も、何と言いますか、この当時平成ですけども、平成の中で最も政治の熱が高まったのが2012年の秋冬だったんじゃないかなと。普通この総裁選挙っていうのは、自民党の場合大体最初から結果がほぼ見えてくるものが多いですよね。昨年のですね、自民党の総裁選挙においても、当初は河野さんが優勢と、こう言われていましたが、途中からおそらく決選投票になれば岸田さんがなるだろうと、大体おおむね、そういう予想でその結果通りになった。その前年の、菅、さん対、岸田さん石破さんの場合も、これはもう大体、菅さんが勝つだろうと言われて、その通りになった。で私と石破さんがやった1対1の時も、これも私が勝つだろうと言われてその通りになるんですが、2012年はこれ予想がなかなかつかずにですね、5人の自民党の衆議院議員って、衆議院議員自体が現職119人しかいないのに、20人推薦に集めるの大変なんですよ。で参議院も、これ大変人数は当時は少ないですから、しかしそれぞれが20人集めて5人出たんですが、おそらく石破さんと石原さんの戦いになるだろうと、石対決と言われていて、安倍晋三の可能性はまずないだろうと言われていたんですが、しかしその中で、逆転勝利を収めることができました。いやそうなんですよね。でその年の暮れにですね、総裁選挙が、総選挙が ありましたが、我々のキャッチフレーズはですね、日本を取り戻す。でこれがまさにでした、国民のハートに、届いたの。いや本当にそうでしたね。やはりあの時の文脈はですね、2010年に中国に GDP を抜かれて日本人少し自信をなくして、2011年に地震が起こって、で原発まで爆発して、それでも非常に意気消沈している中で、その民主党政権の中で尖閣の問題が起こって、それで覚えてらっしゃいますかね、皆さん、中国の漁船が日本の海上保安庁の船にこう体当たりしてね、体当たりしてきて、それが映像は途中で戦国という
なんていうんですかね、あのミドルネームキャッチネームっていうんですかね、ネットネームで、海上保安庁の人がこう暴露する YouTube を流して、うんうんうん、でそれが流れるまでは政府はいや別に普通に逮捕しただけだという話だったんですけど、あれを見ると本当に突進してきて、うん、で逮捕したのに、まあ、その逮捕した人を解放する、これに国民はもう非常に大きな憤りを感じたんですよね。驚きましたよね、うん、そうです、うん、だからこの日本を取り戻さないといけない、うんうん、経済も技術もそれから大自然災害に潰れそうな日本も、うんうんうん、そしてもうあろうことか尖閣の問題も、うん、これは取り戻さないと。あの時一色さんというね海上保安官が、はいね、あの時の映像を流しました、はいはい、そうですね。でどういうわけかですね、うん、ああいう内部告発をいつも応援する、うんうん、朝日新聞とかね、はいはい、毎日新聞一色さんをこうとんでもないとか言って言ってましたね。このダブルスタンダードにはみんな仰天したんだと思いますが、そうです、ね、私は、うん、あの、当時フェイスブックで頑張れ海上保安官という、うん、エールを送らさせていただいたんですが、うんはい、と同時にですね、はい、2012年、はい、政権交代する年なんですが、はい、その年の暮れのですね、はい、段階の12月の、はいはい、学生の就職内定率 68%、 これ就職氷河期よりも悪いんですよ。あの時ボトムでしたね、当時は雪すぎた円高ですよね、うん、はいそうです。あのリーマンショック後、うん、米国は思い切った金融緩和しますね、うん、はいそうですね、うん、でヨーロッパもそうです、金融緩和始めましたよね、うん、日本だけがしない、まあ、当然その結果、うん、あの円高がぐっと進んで、ね、しかし残念ながら、うん、日本銀行は何の手も対応しないと、対応しないと、うん、オペレーションかけないと、政府もですね、うん、これ全くそうです、あの それはそうです、ね、まあ、放置するという、そういうセンスがなかったですよね、当時の。ですから、うん、電力料金も上がり、うんうん、円高になってくると、うん、当然製造業は海外に移っていく、はい、そうなんです、移っていきます、拠点を移す、うんうんうん、下請け企業ついていきませんから、うんうん、ついていけないところは、はい、工場を閉めたり、うん、お店を閉じるしかないと、うん、で佐藤さんという言葉、はい、今よりも3割以上倒産件数が、うん、多かったということですね、うん、そうでしたね、でさ、まあ、これ何とかしてもらいたいと、うん、という雰囲気の中で、うん、我々は政権をそうですね打開したんですね、はいはい、ですから私たちに課せられた使命はですね、うん、まさに日本を取り戻すですから、うん、強い日本を取り戻すことでもあります。そのためには強い経済を作っていく、そうですね、そして経済において、まあ、政治の最大の使命、うんはい、経済における最大の使命というのは雇用を守る、うんね、あるいは雇用を作ること、そうです、ね、これが、まあ、世界中そうですよ ね、うん、そうですね、アメリカの大統領でも、うん、基本的には雇用を増やせば再選できる、まあそうですね、まあ、トランプ大統領それでも、うん、あの当選できなかったんだけど、うん、大体はみんな雇用を作っていけばですね、あのいわば政治は信頼されると、うん、そこがそ、ね、ポイントですね、うん、失業率がまだ高い状況がありましたですからね、まあ、その中でさらに雇用をしっかり作り、そして賃金も上げていく、うん、まあ、これが政治家に国民がこう皆さん期待しているところで、まあ、それがなかなか厳しい状況が2011年12年、まあ、震災の問題なんかもありましたですけど、そういう状況があった、うん、まあ、そんな時にちょうど、まあ、10年から悪くなっているんですかね、はい、あ、まあそうですね、震災の前からですね、 そうですね、震災の前から悪くなってたんですよね、でそんな中でやっぱり我々学者の世界ではこれはのデフレを脱却しないといけないと、でデフレを脱却するためには大型の金融政策と大型の財政政策、これをしっかりと行っていくことで、キャッシュフロー、国民の中のお金の循環というものを増やしていって、うんうんうん、内需を拡大して、うん、まあ、いわゆるデフレギャップというものを埋めて成長していく軌道にしないといけないと、うんうん、さもなければ右肩下がりでどんどんダメになっていって、でまさにもう2010年21年もう非常に厳しくなってきている、うん、まあ、そんなところ小西部先生とこちらのまさにスタジオでお話しされてたちょうどその頃だったんじゃないかと思いますけども、うんうんうん、安倍さんの講演会にも呼んでいただいて大型の経済対策、うん、これをしっかりと
行っていって、で国債もしっかりと吸って、で短期的に国債をしっかり吸って、そしてしっかりと財政政策、金融政策を行うことでデフレが脱却し、でそれと同時に地震の問題もあるから、必要なインフラ投資というものもしっかり行っていって、でこの国土を抜本的に強靭化していかないといけない、まあ、そんなことをちょうど2012年安倍さんと何度か食事もさせていただきながら、いろいろと折り紙のあたりだったんですかね、何度か食事とかさせていただきながらですね、議論してた中で、全力で総裁候補になられた時に、なんとか総裁になっていただきたいと、まあ、総裁選挙の時もそうなんですがね、それまでマクロ政策というのはね、そんな大きな議論にはなってないんです、なってないです、でマクロ政策を掲げて総裁選挙に、挑み、総選挙を行った、特に金融政策ですね、そうですね、で金融政策はね、政治家は語るべきではないと、そうですね、日銀の独立性なんていう言葉がありますから、でそれはもう任せるべきだったんですね、政治はそれに一切口出しすべきではないという思い込みがあったんですね、でしかし、まあ、その中において、まあ、大体政府与党ですから、まあ、基本的には観光庁のですね、はい、エコノミストとともにそういう政策を考えるんですが、で、なかなかしかしこの20年近いデフレ、今まで日本銀行に任せていた、あるいは財務省、財政政策を任せていた結果、こうなったんだから、そうですね、という、まあ、まあ基本的な疑問ですね、それを、例えば震災からの復旧をですね、増税という形、国民に負荷をかける形でやるべきかどうか、あの関東大震災の時の高橋光一は違ったんじゃないか、そうですね、ということですね、まさにその議論ですね、でそこでですね、民間のエコノミストの話を、マクロ経済の専門家の皆さんの話を伺う中で、この三本根の政策、まあ、いわゆるアベノミクスを形作って、いったんですが、そこで大胆な金融政策というですね、今までこれ、政治家がそんなこと言っちゃダメだろうというやつをこう掲げたんですね、言ったんですね、そうするとね、なかなか日本というのは、権威主義ですから、安倍晋三さんいい加減なこと言ってんだろうという感じなわけですよ、その最初は最初はですね、テレビに出ても暴論だと、そのいろんな批判があったんですが、ノーベル経済学賞のクルグマン博士、スティグリッツ博士も、そうです、支持をしてくれたんですね、そうです、そうです、だからそうするとやっぱり日本の権威、いろんな、日本でいろんなエコノミストが、暴論だとかね、全然分かってないとか言ってるんだけど、この人たちが支持すると結構シーンとなってきたということはそうですね、ありましたね、政府と日銀が目標を、タッグを組んで、でその間ですね、対話をしっかりとして、現状の認識、問題意識を一緒にし、目標を持つと、でこれ今なかったことですが、そうですね、もちろん個別の手段はですね、日本銀行が取るという、これは独立性ですから、はい、それはもちろんそうですよね、でこの 2% の目標ってちょっと、誤解されている方もいますし、国会の議論もややそっちに流れたんですが、 2% の物価安定目標というのはやっぱりデフレから脱却すると上においてですね、真の目的はですね、この目的に向かって政策を総動員する中で、雇用を作っていく、ね、ということなんですね、そういう意味においてはですね、雇用ほぼ完全雇用を達成できましたが、もっと低い段階だったんですが、そうですね、ですから、真の目的は私は達成できている、ですからその目標を達成することができた、先ほど就職率の話しましたが、60数%ですか、そうですね、内定率ですね、その12月の段階、まあ、その後は 90% になっていくんですが、それも低いですよね、そうですね、で、安倍政権においては 98% 過去最高になりました、まあ、よく正社員、安倍政権で正社員増えてないとか言ってるのは、それは全然嘘でですね、民主党政権時代ね、民主党政権50万人減ってるんですよ、正社員ね、安倍政権は200万人正社員、正社員が増えました、就業者も500万人近くね、増えました、で雇用も440万人以上増えてるんですが、でその結果、正社員の有効求人倍率がね、我々政権取る前、0.52 倍なんですよ。だから100人正社員になりたいという人がいてもね、52人になれなかったわけですね。で我々の政策の結果、どうなったか、といえば、ね、そこはもう
1.18 まで。1.18ですね。だから100人正社員になりたいという人が118人いますよ。で1倍超えたのは統計取って初めてのことですから。ですからこれはそういう意味においては雇用においてはですね、責任を果たすことができたなと。思います。並びに我々マクロデータを見るときの、ベースになる、GDP、でとりわけこのデフレの時には実質 GDP は物価の調整で上がってるように見えたりとかしますので、デフレの時は名目GDP を見ることを僕は旨としてるんですが、安倍内閣の時には これまでこう下がってきたところは上がってるんですよね。しっかりここはね、やっぱ完全に勢いよく成長できてるかどうかには当然議論ありますが、ただこう下げ止まり、かつ少しずつではあるが右肩で上がっていったというのは、それは12% 近く、そうですね、8年間で、名目 GDP 上がったのは事実です。はいはい、よくね、名目と実質っていうとね、なんとなく実質がいいみたいにね、いや、リアルに、だからよく名目賃金、実質賃金というとね、名目っていうとなんかね、表面的な指標だと思われちゃうでしょ。そうですね、実際自分がもらってる給料が実質、これ大きな大間違い。勘違いです。逆でしょ。だからよく、これはね、私が辞めた後アベノミクス違反というのがあってね、決裁裁判で私反論できないからちょっとここで反論するとね、安倍政権で実質賃金下がったじゃないかとか、で民主党政権では実質賃金上がってるよというんですね。でもこれまさに今藤井さんがおっしゃったように、デフレ下においてはですね、皆さんがもらっているお給料はこれが名目賃金です。そうです、額面に書いてある何万何千円っていうのがあれが名目賃金です。それで実質賃金っていうのはこれ物価上昇率でですね、割り戻すわけですよね。そうです、そうです、割り戻すんですよね。割り戻すってややこしいからちょっと単純化すると差し引いた、まあそんな感じですね。ちょっと割り戻すとちょっと違いますけど、物価が上がった分差し引くっていう感じですね。そうするとデフレだとマイナスで割り戻しますから増えちゃうわけですね。ですからデフレ下において実質賃金が上がったって自慢するのはデフレ自慢に他ならないんですよ。だから私実は総理大臣時代予算委員会でこう言って論破してたんですけども、いなくなったから今また言いたい放題言ってるんですが、そこでかつね、それ平均賃金ですから、平均賃金ですから平均してしまうわけですよね。で失業者はこれ除外されますから、だからね、安倍家においてね、私が一人で仕事してる時は安倍60万円もらってたら、そうですね、私60万円ですよね、60万円で景気がどんどん良くなって、じゃあ、割と、仕事があるからっつってうちの女房がですね、じゃあちょっと、短い時間だけ仕事しようかなと、短い時間で、月10万円もらうんだよ、もらったとする。安倍家70万円になった。ところがね、これ平均するから2で割っちゃうから、ね、これ35万になっちゃった、そうそう下がったっていう。だからアベノミクスが始まって新卒者の、就職率ガッと上がりましたから、新卒者の就職率が上がるっていうことは、平均賃金は下がりますよね。でまた65歳を超えた方々が300万人仕事できるようになったんです。そういう皆さんは現役時代よりは当然下がりますから、その皆さんが労働参加することによって下がって平均賃金はいくということ、そういう方々がしっかり労働参加されると平均は下がると。ですがそれやっぱそういうマジックによってですね、下がってる数字だと。そうですね。で大切なことは総雇用者報酬です。みんなの稼ぎが。総賃金量というものは確実に上がってきていると。それはね、35兆円上がってるんですよ。随分上がってるでしょ。そういう意味でそういうものを全部額面上足し合わせたのが名目 GDP で、これは確実に右肩で上がってきているというところがあると。で反省点といえばですね、藤井さんは違いましたけども、我々いわゆるアベノミクスを進めてきた陣営はですね、やっぱり金融政策を非常に重視して、リフレ派の方々が多かったんですが、最初はドンと財政を見てましたけども、その後ですね、やはり、この財政においてもう少し財政政策を、に積極性を、持つべきだったのかなと思いました。で、ある意味その、反省点も含めてですね、一昨年安倍政権においてですね、
コロナ対策、うん、2回にわたってですね、うん、約30兆円ずつですね、そうですね、大型の補正予算を、ね、しかも組まれましたですね、真水で今の一額は真水ですから、です、ね、あの需要規模はもう約30兆円という、うん、GDP の4分で、うん、あの4割なんですが、うん、あの真水で、うん、つまり国債、そうですね、国債を発行して関連供給量、そうですね、出し出した、うん、そうです、それは政府日本銀行連合軍ですから、そうですね、で、うん、日銀がですね、うん、市場からですね、うん、で全部買っていただいた、つまりそのニューマネーがダッと出ていくわけですから、そうですね、でこれは大きな成果を上げたと思ってます、うん、で結果ですね、うん、あのもちろんその後、うん、菅総理も頑張られて、うん、結果ですね、コロナ禍にあって失業率が 2.8% ですから、うん、G7 では最も低い水準に、うん、抑えることができたのかなと。安倍政権における経済政策のお話を中心に議論を交わした前半、後半は岸田内閣の財政政策とプライマリーバランスについて、さらには台湾問題をめぐる安全保障についてお話を伺います。この安倍政権下で、ちょうどあの参与をさせていただいた中で、こういった財政政策の議論、主に私、あの財政政策の重要性というのは浜田先生と金融政策の議論をしながら財政政策をいろいろと官邸のお部屋でもご相談させていただいたりしている中で、で、まあ、参与として、最後の1年間2年間はあの参与を退任させていただいておりましたですけども、その間もよくお電話なんかでさせていただきながら、で最後の大型景気対策、経済対策、これ絶対やるよということをおっしゃってて、で決められて、でその執行が菅さんのところで、進めていただいたわけですけど、昨年度菅内閣下での予算の執行が30兆円の積み残しが、あの未執行分が残ってしまったと、これはもうコロナがあって GoTo トラベルできなかったというのもこうあるんですけど、その積み残しの中にコロナ対策費に関しても積み残ったりしている部分があって、やはりこの1年間を考えますと、なかなかこう決めていたものが前倒しできなかったというところが、やはり菅内閣下で、まあ懸念といいましょうか、まあ課題として残ったのかな、まあ、菅総理も相当努力をして、はい、うん、ま、あのワクチンの接種等では、うん、まさにリーダーシップを発揮されたと思ってますが、やはり、まあ、予算の執行においてはですね、うん、そもそもその予算の枠組み、仕組みをですね、うん、使い勝手を良くする必要があるんですね、そうですね、額を積んでもなかなか、例えば中小企業や小規模上場の皆さんにとって使い勝手の悪いものだと使いにくい、うん、そうですね、まあ、その点例えば持続化給付金、いろんな批判がありましたが、はい、あれは非常に使い勝手が良かったのかなと、結局すごく皆さん活用されましたですからね、もちろんなんですが、昨年の岸田政権における補正予算、いわゆる真水でですね、財政等は含まない、はい、すぐ使える真水において 31.9 兆円、はい、まあ、私はGDP ギャップに見合うものと、その要請に応じていただいたと思っています。閣議で決定される直前にご対談されて、というのは報道で拝見しましたですね、あれ、まあ、例えばあの中にはですね、ワクチン、やっぱり国産じゃなきゃいけないよね、はいはい、あるいは外国産だったともしても国内で作ろうということでですね、設備に2300億円とほぼ要求通りの額がつきました。これデュアルユースですから、普通はバイオ製剤等を作っていて、ワクチンが必要という時は設備を全部そっちに使うということができるし、あと研究開発の予算2500億ぐらいで、まあ、合わせて5000億つきましてね、また防衛費、防衛費にですね7700億つきました。これは新しい、全く新しい装備を新たに買うというよりも、もう決まっている装備を前倒しで購入する、つまりそれぐらい安全保障環境が今厳しいということだと思いますね、はい、でそういう意味でこれから岸田内閣下で2022年この決めたものを執行していくと、でその時にやはりこの間高橋早苗さんに12月のゲストでお越しいただいた時も重要な論点の一つですねとご相談してたんですが、やはり今回の財政というのは補正予算で、やはりこれしっかりと当初予算でこれをしっかり拡充していくと、防衛がどんどん強化したり、で防災が強化したり、科学技術力強化したりと、そういう意味で
当初これまではずっとこう補正予算の増減という議論がありましたですけど、こう本丸はやっぱり当初予算を 2% でも 3% ずつでも、例えば経済成長率 3% をこう名目で目指しているわけですから、名目の予算もしっかり 3% ずつ毎年伸ばしていくと、まあ、こういうことができるとさらにですね財政政策前に進むんじゃないかという話をしていたんですけど、その辺いかがでしょう。それはの党の政策の責任者である高市早苗、政調会長のもとですね、今藤井さんが言った、方向でぜひ取り組んで、もらいたいと思います、で財政についての考え方についてもですね、政調会長のもとにね、財政政策検討本部、で盟友の西田昌司さん、大変くっきりとした人事になったんですが、ここではですね、財政についてどう考えるか、いわば財政規律を重んじる人たち、あるいは積極財政の人たち、それぞれ呼んでですね、議論していく、場合によってはですね、みんなの前で専門家同士が議論するということもやってもらうと、いうことが、大切じゃないかな、それを見ながら党であるべき、財政を政策を進めていく、あるいは財政の評価の仕方ですね、財政の健全性だけで評価、するのかどうか、で今新たにですね、やっぱり雇用にどれぐらい効果が出ているか、で、金利はどうなっているか、インフレどうなっているのか、という観点から評価すべきなんですか、場合によっては、通貨がどうなっているかというの評価がどうなっているかということもあるかもしれませんが、ですから、そういう今新しい潮流も含めて、考えていかなければいけないのかなと思いますね。この財政政策検討本部、これはもともとあった部会が財政健全化推進本部という部会だったわけですけど、これはもうタイトルからしてどう切り詰めていくか、どう増税していくかっていう雰囲気が漂うものだったわけですけど、そこではなかなか積極的に財政を展開することが将来財政を健全化するという議論がなかなか乗りにくかった。財政についてどう考えるかっていうことですね。例えばデフレ下では絶対に財政健全化できませんね。これ税収上がりませんから、まずデフレ下では定義上不可能ですよね。で成長しなければ税収上がりませんよね。どんどんこう縮小、均衡縮小していくだけですね。ですからそれはそうではなくて、均衡縮小どころか単純に縮小していくっていうことになっていく。根本論だとゼロに向かってますしぐらいになりますから。ですからそこはですね、どう考えるべきかということ。ただもちろん財政において成長にかなう投資というのも、そうですね。それはもう当然。何でもお金使ったらいいというものではなくて、やっぱり成長することによってですね、これは税収を生んでいくということに。なります。そうですね、でこの中でやっぱり議論になってくるのがキーワードで申し上げると、やっぱりプライマリーバランス、基礎的財政収支、これについてどう考えるかというところで、今回の前回の昨年の総裁選でも高橋早苗さんは、デフレが脱却できるまではプライマリーバランス黒字化の目標は、凍結をすると、こう明言をされて、その上で成長の投資をしっかりと行っていくと、ある種安倍さんとずっとご議論されてた内容に非常に沿ったご発言をされてたなと感じておりましたし、思いますね。で一方でそうではないという議論も、プライマリーバランスは堅持するべきだという議論もあったり、で例えば岸田内閣の鈴木財務大臣、プライマリーバランスについて目標について聞かれた時にも当然堅持をしていくというようなご発言があったわけでありますけど、一方で予算単年度主義の弊害の克服ともおっしゃってられて、僕らからすると、あ、なるほど、プライマリーバランスを凍結するんですねと僕には聞こえるんですけど、というのも単年度主義のプライマリーバランス黒字化ですと、その毎年毎年税収の範囲でしか支出ができないと、ところが複数年次で財政収支を改善するんだということで考えれば、最初の年にドーンと国債を発行して成長させて、10年間で辻褄が合うような格好で経済を拡大して、10年間トータルの財政を改善するということができるようになるはずで、そういう意味で自利品になるのか成長していくのか、予算単年度主義の弊害の克服のためにはプライマリーバランス規律は凍結することが論理的必然ではないかと思ってるんですけど、このあたり安倍さんいかがでしょう。プライマリーバランス、その単年度のプライマリーバランスの額、プライマリーバランスの赤字をゼロにしますよということを均衡させる、もちろん
一つの目標ではありますが、それは思い切って支出をドンと、財政支出をドンと削っていけば、それはやろうと思えば来年でもできる話ですね。そうですね。やろうと思えば来年でもできる。しかし財政支出をドンと落ちますから GDP は落ちますよね。GDP はその時に落ちていく。で経済はガクンとなると落ちていく。結果として税収は減っていきます。でさらに財政支出を落としていかなければいけない。でここは銀行してても先ほど言った縮小銀行になって人々の生活は貧乏になっていくということ。だからそれではなくて、やっぱ財政支出をするということは、やっぱ GDP にはプラスになりますね。まあ、ですから見方のいろんな仕様がありますが、財政 PB の赤字の GDP 比ですね。でこれ分母が大きくなっていけば、これは減っていく、成長すると財政は改善していくということになりますか。だから例えばですね、安倍政権下においてはですね、これはまあ藤井さんの視点から見れば少しスピードが速かったかということかもしれませんが、PB の赤字、GDP 比の赤字がですね、かつて 5.5 ぐらいだった、マイナス 5.5 ぐらいだったものを 1.9 まで下げました。その後消費税を上げるときに財政支出しましたから 2.6 ぐらいまで上げました。まあ、その程度だったんですね。で、今は上がってますが、つまり成長しましたから、ぐんと成長したことによってですね、PB 赤字の GDP 比のマイナスは率として下がってきたということですね。ですから成長がまず成長をすると、成長なくして財政健全化が健全化はないという考えだったですね。あまり PB にスティックするべきではないと、ここで大きな視野と、その例えば戦略性を持ったマクロ政策を進めていく、マクロ政策管理をちゃんとやっていくということだと思います ね、 そ う、 ですね。そういう意味で適切な格好で財政の拡大を行う、適切な格好でプライマリーバランスの赤字の意図的な拡大を一時的に行っていく、そういうことをやっていくことが長期的な財政の健全化を果たしていく、それはなぜかというと成長していくからだと、そういうのが S 型として私ずっと思っていることでありますし、逆に言うとそれ以外で財政が健全化していく道筋はないだろうと、なぜならば今安倍さんもおっしゃったようにデフレである限り財政は悪化することが宿命づけられているからだと、そう考えますと、まさに名目 GDP が伸びそうですから税収増えますから、そう簡単に増えていきますからね。増えてきますよ。だから安倍政権では過去最高水準の税収を記録することができました。まさにそうですから、我々別に財務省と対決しているわけではなくてですね、彼らにもっと喜んでアプリシエートしていただきたい、そういうことなんですよね。そういうふうにどちらかというと財務省の皆さんに喜んでいただけることを僕は主張しているんじゃないかといつも僕は感じているんですが、そんな中でこれはぜひ安倍さんの お話もお聞きしたいなと思いますのが、昨年出版された矢野財務省事務次官のばらまき批判、やむにやまれぬ大和魂か、これだけばらまき合戦をやられているのを黙っているのは卑怯でさえあると、ここはこのままばらまき合戦が続けば日本は沈没してしまうと、ちょうど氷山に体当たりして沈んでしまったタイタニック号のように日本は沈没するんだ、財政が破綻するんだ、こういうことをおっしゃってた方がおられて、で僕はこの番組でも丸々1時間使って事細かにこの主張がどう間違えているか説明申し上げたんですが、これについて安倍さんもし何かお話しいただけるようでしたら、今紹介されたように、矢野次官、やむにやまないの大和魂、吉田松陰先生の言葉ですよね。実は矢野次官は私と同じ地元、山口県下関市なんです。長州人、ですがそろそろ私も批判しましたが打ち方やめにしようと思っているんですが、ただ2点だけ、かつて桜井よし子さんと対談した時にも指摘させてもらいました。一点はやはり、事務次官なんですから、総理にもですね、あるいは政調会長になって、政治家団員でも直接意見言える立場ですね。そうですね。ですからやっぱり直接意見を、言うことがですね、理道にかなうんではないのかな、と思うのが一点。でもう一点はですね、タイタニックだと例えられたんだけど、
じゃあタイタニックの出す国債買う人いますか、うん、でタイタニックが出してる国債みんな市場で果ててるじゃないですか。もうそれはそうです。誰も買わないからもう金利が上がりまくってそれはもう価格暴落しますね。そうでしょ。そうです、ね、誰も買わないはずですよ、はいはい、だって近い将来氷山ぶつかっちゃうんだから、はいはい、そうです ね, ね10年もの人20年もの人そんなとこからそんな人にお金貸したら恐ろしいですよね。もちゃんと書いている、はい、うん、というのが1点と、でもう1点ちょっと警戒させていただきますと、うんうん、財務当局の責任者ですから、はい、例えばある会社のですね、うん、財務担当専務がですね、はい、いやうちの会社はもう借金まみれで、はい、これ以上借金するのは危険で、うん、倒産の危険があります、うん、と宣言した瞬間に、はい、その株は暴落しますよね。暴落するはずですね。ですからそこはですね、うん、我が国の国債を毀損するかもしれない発言はすべき、うん、それを世に問うべきじゃないだろうと、うん、ね、とあの責任者ですからね、うん、ね、まあ、やめた後は50なんですが、うん、まあ、ただまあもうこれ以上ですね、うん、非生産的ですから、はい、ね、矢野さんにも頑張っていただきたいと思いますし、はい、すね、あのまあ思い切った補正予算もこのことに協力していただいたんで、はい、あとは、はい、あの、ね、来年度予算をですね、はい、しっかりと先ほど私たちが申し上げたようなラインで、そうですね、頑張ってもらいたいと思います、はい、そういう意味で本当に私、まあ、財務省といろいろと議論いろんなレベルで議論することもありますが、私は最終的に経済成長することが本当に財政を健全化することであって、より大所高所から財政健全化の議論を重ねていただきたいと、それが財務省の本当の目的にかなうんじゃないか、省益にかなうんじゃないかと、まあ、そう思うわけです。あとあの、まあ、防衛予算についてちょっと話をさせていただきたいと思います、はい、そうですね、あの昨年の、補正予算でですね、7700億円という防衛予算についた、うん、もちろん、はい、例えばですねそれ以外にもですね、はい、あの保育士の皆さんの待遇改善に、うん、まあ、月9000円、はい、介護士の皆さんにも9000円、はい、というですね補正予算では珍しいですよ、こういう、うん、ね、あのまた、看護師の皆さんにもですね、これはある程度借りられた、うん、分野、看護師の皆さんの借りられた分野ですが4000円という改善付きしています、はい、こういうことを補正予算でやっていったということは私は評価しているんですが、はい、でなぜ防衛予算かといえば、はい、中国はですね、はい、この30年間で防衛費を42倍にしているんですね。で、この日本の近海、このアジアの海域、うん、等においてですね、水上艦あるいは潜水艦、はい、航空機等の、うん、このをですね、ほぼ日本の倍以上にしてます、ね、はいはい、防衛費4倍ですけども、うん、その能力自体もですね、はい、でこれはアメリカと足し込んでも向こうが上回りつつあるという現状、うん、で、いろんな衝突が起こる、いろんな紛争が起こる、うん、ハードルを低くするのはバランスがですね、うん、崩れた時なんですね、そうですね、崩れた時にリスクが高まるわけです。リスクが高まるわけです、うん、まあ、本当にそうです、まあ、だからこそ、あるいはそうなる上においてですね、相手がこちらの能力や意思を見誤った時に起こるんですね、うんうん、ですから能力をしっかりと示していく、ね、うん、あのまあ、ですから第二次安倍政権ができるまでの10年間、第一次安倍政権も含めてずっと防衛予算ずっと10年間来てたんです、うんうんうん、でこれはやっぱりこの今の状況にはそぐわないという判断をして、うんうんうん、第二次安倍政権以降防衛費プラスに転じました、うんうんうん、ね、あ、例えばF-35 も147機購入して配備が始まっていますね。これは挑発するということでも均衡、うん、ではなくて均衡させようとしているんですね、うん、中国が決して冒険主義に走らないように、うん、まあ、これ以上の一方的な現状変更の試みをさせないようにしなければいけない、うん、で米国も当然ですね、日本の同盟の中において努力を要求しますよね、うんうんうん、また法的整備においては平和安全法制を作ってお互い助け合える同盟にしました、はいはい、これ友人同士関係見ていただいても分かるんですが、はい、助け合える同盟は強いですよね、うん、俺と藤井さん友達だよね、うん、でも助け合えないよねっつったらこれ終わりますよね、友達違うんだな、友達じゃないだろうってことになりますから、これやっと助け合えるようになったんですが、うん、当然日本も努力をしなければいけない、そうですね、あの、うん、アフガンからアメリカが撤退し、うん、大変な混乱になった、はい、でもあの時バイデン大統領が自分の国を自分で守ろうとしない人たちのために米兵は命をかけませんよと言いましたね。ですから例えば尖閣は私たち自身の手で守り抜く、これはまずこれが第一なんです、ね、これを言わなければアメリカが同盟国として支援する確率がぐっと下がってしまう、ぐっと下がってしまいます、それともう一点言えば
打撃力についても真剣に議論しなければいりません。敵基地攻撃という言葉はある種の誤解を与えるんですが、例えばミサイルの発射のテルをですね、これいちいち攻撃するのか全部無理です。ですから例えばいろんな中枢を攻撃する、あるいはサイバー攻撃によってですね、敵の機能を増しさせるということも含まれていくんですが、でそれはまさに攻撃能力というのが抑止力ですね。そうですね、この防衛力っていう守るだけだったらこれ抑止力にはならないんです。そうですね、相手にやっぱりある種の脅威を与えることがこれ抑止力になるということなんですね、厳密に言えば。まあそこで例えばですね、日本に北朝鮮がミサイル撃った、着弾した、被害が起きた、で第2撃第3撃を避けるためにですね、岸田総理がバイデン大統領に電話して報復してくれと、攻撃してくれ、分かった、で三沢基地からアメリカの F-16 がですね、ミサイルを抱えて出ていく、でその時に日本も一緒に行こうね、いやちょっと行けませんちょっと国会で議論してから行きますと行けません、行けませんちょっと能力もないですアメリカ人驚きますよね驚きますね、やられたのは君たちでしょうと、危険を犯すのは私たちの若者だけなの、絶対そうなりますね。で民主主義国家で支持されるかどうか、これはもう明らかだと思います。明らかです。まあ、だからこそ、まあ、もちろん主力の打撃力を行使するのはアメリカです。でも日本もやはり日本として日本を守るという意思は示すようにしていかなければいけないなと、ね、こう思いますね。そこを甘く、まあ、ある意味中国から甘く見られる、すなわち日本には攻撃をしても対応する能力も意思もないとなれば、だったら簡単に取れるじゃないかと。そういうことですね。それと、今言った、どっかに日米同盟の脆弱性はないかっていうことを探しますから、だからそこのところが大切だろうと。うね、ただ今は平和安全法制によってですね、日米の協力、米国の艦船や航空機を、自衛隊の艦船や航空機が今守ってます、日本近海でですね、それで例えば、かつては、日米の合同訓練というのはですね、20回ぐらいだったんですが、今49回に増えてますね。これは平和安全法制によってお互い助け合えるようになった、ことは大変大きい。でその姿を見てますから、でその中で構えにおいてですね、かつて米ソ冷戦構造時代のフロントラインというのはヨーロッパで、それを支えているのは NATO だったんですが、そうですね、今はそのフロントラインがインド太平洋に移った、ね、大抵当選に移ってきた、でそれを支えるのは日米同盟、ね、ただ日米同盟だけでは、これはやはり陣としては薄いですから、す、ね、あのクワッド、そうです、ね、日米合意クワッドです、ね、であり自由で開かれて、あのインド太平洋、この構想に賛同する人々、そうですね、国々にですね、この地域の、そうですね、平和と安定を守るために協力してもらうと。ですからこの前、イギリスのクイーン・エリザベス来ましたよね、でクイーン・エリザベスが来て英国、米国、日本、オランダで共同訓練を、しました。あれはある種、象徴的だったのかなと、思いますね。昔 ABCD 包囲網ってありますよね、アメリカと、英国と、と中国と、とオランダ、ね、ダッチですね、とこの C に変わって J が入ったっていうなるほどということにもなるなと思ったんですが、それだけではなくて多くの国々、フランスも含めてですね、しっかりと自由で開かれたインド太平洋というこの構想に賛同し、この地域に彼らもプレゼンスを示していく。しかしですね、その、やはりリーダーシップを取るのはですね、日本が取らなきゃいけないと思ってます。フロントラインがもう日本になってるわけ で、でさらにありていに言うと G7 なんかでも今回、昨年の G7 で初めて盛り込まれた、台湾の問題、ここが最大のフロントラインになってるわけ で、中国は台湾の領土に尖閣が含まれると言ってて、でその台湾をは中国のもんだと言っているということは、尖閣は中国のもんだと言っているわけですから、これ当然ながら論理的に考えてフロントラインが台湾であるということは、もう日本がもうフロントラインに立たされてしまっているんだと、この認識を2022年しっかりどれだけ持って、そして政治が展開でき、世論がそれをどう議論していくか、これ決してこちらは挑発をしているということではなくて、繰り返しになりますが、しっかりとバランスを取ることによってですね、
冒険主義的な試みを、うん、そうですね、進めていくハードルが高くなっていくということですね。じゃあもうあっという間でそろそろあの終わりの時間が近づいてまいったんですけども、最後にですね、この2022年まあを展望して、でさらに2022年から我々日本は23年24年25年ずっと反映させていかないといけないわけですから、まあ今日はあの経済のお話、アベノミクスからの流れの経済のお話、それからこの安全保障の話、この2つでしっかり強い日本をそれこそもう一度さらに取り戻していく、それに向けて財政政策について検討されていく、その中でやはりこれまでの取り組みの中で金融政策は異次元にできたけれども、まだ財政政策については拡大できる余地が残されているという反省もあるんではないか、そんなご発言もあったかとも思いますけど、そんなことも含めながら2020年以降この元旦のもう今ちょうど11時12時前ぐらいですかだと思いますけど、このあのお茶の間の皆様にあの最後メッセージいただければと思います。なんとか今年はですね、コロナ禍を克服していく、いろんな新薬も出てきました、さまざまなワクチンまで揃ってきている、その中でやっぱり日本産、日本製でも、これは増やしていきたいと思いますよね。それがやっぱり安心につながっていきますし、直ちに対応できるということになっていく、そして経済をですね、傷んだ経済を回復をしていく、そしてやっぱり力強く成長させていくことですよね。そのために、金融政策、財政政策、成長戦略、等々をですね、総動員していくということが大切。そうですね、あの日本にはさまざまな可能性が広められています、それぞれの人々にいろんな可能性があります、そういう可能性が開花できる、状況をですね、政治は作っていかなきゃいけない、あの2012年我々が政権を奪回した頃ですね、もう日本は人口減っていくから成長できないんではないか、あるいは成長しなくても、成長しなくてもいいんじゃないかという議論が流行ってたじゃないですか。もうデフレで何がダメなんだと。でもそれが間違いだったですね。そうです。で成長しようという意思を持って政策を打っていけば 10% 以上成長したんですから、まだまだ、まだまだですね、我々は可能性に秘めていると、この2022年ですね、世界の真ん中で輝くそうですね、なっていく第一歩を踏み出していきたいと思います。安倍内閣、第二次安倍内閣が誕生して10年、この日本を取り戻す道半ばなところが、取り戻すところしっかり取り戻したけど道半ばなところがありますので、ぜひ岸田内閣もお支えいただきつつ、さらにその長期的なところで安倍先生には全力で日本を支えいただきたいと常に思ってございますので、引き続き2022年以降もご指導ありがとうございました。賜れれば幸いでございます。本当にどうも今日はありがとうございました。